はい、今日は2023年2月12日千葉県柏市っていうか2月12日なんで僕今日誕生日っす。誕生日にいつもの場所で来ました。はい、これいつもの場所、いつもの場所で言えば RWB ラフウェルトっすね。あのオーバーフェンダーで有名な。今日何しに来たかというと、またまた作りました RWB の車で、今日は誕生日ってこともあり引き取りに行きました。というわけでどんな車ができたのか見てみましょうか。ではまず行ってみましょう。というわけで完成しました。こちら今回ベース車両に選んだのは964のカブリオレオープンで、マニュアルのオープンで、ここにダクトもあったの。そのまま切っちゃったけど、まあ、現場だったよっていう車なんですけど、で今回はちょっとこうオーダーはシートにパイピング黄色だったりするので、いつも色替えしちゃうんだけど今回は黄色でいきたいと。もともともうちょっとこう、なんだろう、こう黒い黄色だったんですけど、黄色いかっこよくしといてくださいって言ったら、全部塗られてました。実は僕多分フェンダーだけ塗って終わりなのかなと思ったら、しっかり色が変わっていたという。これはやっぱこの中井さんのセンスだよね。黄色にしといてって言ったら、本当に全部黄色塗ってくれたっていう。もうすごいいい色じゃないこれ。これはやっぱ中井さんがね、やってくれるんですよ、ここまで。かっこいいな、これ。見てください、このバランス。で今回はロイヤルオーバーフェンダー一番大きいタイプっす。でここにあのああいうのみたいにさ、こう後付けリップスポイラーみたいなのがつくタイプもあるんですけど、中井さんがいらないよみたいな、こっちの方がストリートカーっぽくていいよ、カブリオレだしって言われて、そっかなと思って来てみたら、さすがです。なんかこうチューニングカーのようでチューニングカーでない、なんかこれがもともと自然にこの車だったかなっていうぐらいの仕上がりになっているのが中井さんのセンスだよね。さっきも聞いたけど、この黒が所々にこのある、あとは例えばこのマスキングも一台一台こう中井さんが毎回見ながらやってるらしいんだけど、この車に合ったセンスにしてもらったって感じです。まあこれがですね RWB の魅力ですよね。またいいの作っちゃった。はい、というわけで、まあ一応室内のご紹介。ほんとこれはメーター、これちょっと読めないんですけど、マニュアルで、このシートのパイピングがあったので今回は黄色のまま行きました。メーターとこれがで、中井さんに作ってもらった証拠という中井さんのサインが今日のサインが入ってます。また世の中に RWB を1台増やしました。というわけで積んで帰ろうかな。実は積載をリニューアルしています。よいしょよいしょ、こっかな、これでいいかな。はい、こんな感じですか。無事積み込んだっす。かっこいいねこれ、シエルもかっこいい、いいねこれ。はい、せっかくできた車まだちょっと時間があるんで、まあ、今から友達に自慢しに行こうかななんて思ってます。はい、まあ近かったんで、まあ、せっかくだから、まあちょっと友達のところに来ようと思って今車降ろして、今から自慢大会をしようと思います。そしてそのお友達を紹介します。福田です。福田さんです。福田エンジニアリング、そもそももう何年付き合い、もう10年ぐらい、10年ぐらいかな、背も一緒ぐらいだから年も変わらない、年も同じだからね、大体ね、はい、あの僕の貴重な同級生、ありがとうございますでね、今日、お誕生日でこれ買ったんすよ。これいいね、好きでしょ好きだよね、どうやってもね。ちょっと自慢しに来たの今日、たくさん自慢してくださいというわけで、はい、ちょっと車の紹介を、はい、お願いします。今回、はい、これ964なんですよね。964やっぱ好きでしょ。いい、好き、フレー好きだからフレー好きね、うん、でこれね今回 RWB の、はい、ロイヤルっていう、はい、結構大きい方、あ、まあ、なるほど、大きいの後ろね、そうだね、大きいでしょ、大きいですね、うん、色がめちゃくちゃかっこいいね。そうで、これ色聞いてくださいよ、色何色ですかこれ。黄色で買ったんですよベース。はい、でね、まあ中井さんと黄色のまんま行きますっていう話をしたんですよ、うん、僕、うん、で黄色のまんま行ったと思ったじゃないですか。はい、だ俺はここのフェンダーだけを黄色になってくるかなと思ったんです、はい、まあ、同じ色に、はいはい、さっき僕着いたら、はい、色変わってたっす黄色ちょっと明るい、明るいレモン色、昼間見るともっとレモン色っぽい。そうだよね、もともとはもうちょっとこうかっこいいくすんだ黄色だった。免許取って1台目こういう色の FC でした僕、うん、だってあ、
え、それ全としたやつ？全としたやつ。後期高くて買えなかったから前期の先輩に30万で売ってもらって、泣けなしの30万はい、泣けなしの30万で買った人なんか、まあ、まあね、なんとなく、ね、まあ、これはまあ後ほど紹介しようかなと思うんですけど、でね、今回中井さんに頼んだのは、うん、はい、まあ、普通乗れるようにしたい、はい、なぜならカブリオレだから。そうだね、珍しいよね。ちょっとおしゃれ仕様に乗りたいので、そうだ、ね、はい、あの普通に乗れる車にしてっていう話で、はい、車高もそんな低くないし、そうだね、リップなしだもんね。そう、うん、今回はちょっとリップつけないのって言ったらつけない、うんうん、こっちのかっこいい。そうだね。でストリート仕様っていう話をしたら、はい、ここ黒くなってくれたの。ああ、かっこいいよね、こうやっぱり。そう、さすがだよね。でなんかここの塗り方にもこだわりがあるらしくて、うん、でここって一台一台こうマスキングするんだって。はいはい。でマスキングしてこのラインを、このラインを決める、うんうん、ここね。そう、これね、これがなんかね、さっき言ってたけど昔はここまっすぐしてたって、はい、で今回はこういうふうにしてた。もうセンスの塊なんだよね。センスだから、これとこの黒を要所要所に入れて、はい、おしゃれだね。で作ってるホイールもこれ黒、うん、おしゃれだよね。艶消し黒、うんうん、めちゃくちゃかっこいいじゃない。そう、うん、で脇、うん、デカール入れて、うん、RWB めちゃくちゃいいね。そう、あと今回はこのサイドステップが下を塗っている、うん、あ、本当だ、シャレだね、これね。すげえ低く見える。なんかね、ね、低く見えるよね。さっき言うにはこうワイドボディでしょ、はい、でもここ屋根もないから、うん、ここ薄く見せたいから、うん、ここが黒なの。なるほど。もっとでかく見せたかったらここも塗る。うーん、でも今回はでもこのぐらいがいいよね。そう、黒と両方があった方がバランスがいいから、ここ黒くして、なるほど、でここにも黒いラインを入れて、はい、その黒が要所要所になる、はい、オープンもこれ閉めても黒、うん、黒黒黒なんで、うん、まとまってるよね。まとまってる、うん、だからすげえ派手なようで派手じゃない。そうだね、派手なんだけどね。派手なんだけどね色はね、なんかもう見慣れてるせいか派手に見えないんですよ、うん、この車今、うん、普通になっちゃったからね。僕おかしいですかね。おかしいよ。おかしいかな。おかしい。派手じゃない。ここの2人おかしい。おかしいかな。おかしいから。派手じゃないと思ってんだよね、うん、ちょっと後ろ回りもちょっとかっこいい。めちゃくちゃかっこいいね。そう、今回はダックテール仕様、うん、いつもならこうでっかいウィングつけるんだけど、いい、ね、うん、ダックテールにして、ここもなんかこれアメリカから取り寄せてくれた、うん、黒いグリルだった、うん、いいね、これ用のグリルで、もちろんステッカーも黒、うん、黒で、さっき中井さんが思いついたのも知らないけど、ね、ここに貼ってた、うん、おしゃれ、開けた時に、そう、うん、さっき貼ってた、さすがかっこいいっしょとかって始まって、うん、なんか中井さんだよなと思って、うん、さすがですね。ディフューザーも、これかっこいい、うん、本当だ、めちゃくちゃかっこいいでしょ、これめちゃくちゃいいね。めちゃくちゃいいでしょ、このスタイルがやっぱ一番いいんじゃないですか、ね、かっこいいね、うん、で中もかっこいい、まあ、パイピングついてたのでそのまんま生かして、うん、ね、でメーターも黄色だし、ね、かっこいいね。でもちろんあそこにサインが、はい、バッチリ入れてもらって、はい、完成しました。バッチリ。どうこれ、いや、めちゃくちゃいいね。めちゃくちゃかっこいいでしょ、これ。いいね。そう、ちょっとね、俺もお気に入り。もうちょっとやろうと思ったらヘッドライト変えるかな。最近のあの LED とか。今時のね。今時のやつ、うん。でもなんかこのクラシックなスタイルが。そうそうそう。あえてあれでいいんじゃない、うん、うん。ね、なんかあんま触んなくていいかな。あのままでね。いいでしょ、いいこれ。かっこいいね。ずるいね。この人ずるいの。かっこいいの作っちゃうんですよ。本当にそう。すぐ作っちゃうからね。すぐ作っちゃうから。何台作ったっけな、もう。ね、記憶にない。ずるい。本当に。ね、いつの間にか作っちゃってるからね。そう。そう、これでももうこれ行くこと。で前もね、一回、そうだよね。車買わさせてもらって。うん、そう、作っ、俺作って、なんか戻ってきちゃうみたいな。戻ってきちゃった。よくあるね、それね。そんなことがありましたね。そう、そう、うん、もう今回もなかなか力作だな。これはいいね。カブリオレっていうのがまたいいですね。また中井さん行きっすよね。勝手に前途しちゃうっていう。そうだね。さすがだよね。そう。素晴らしいです。純正の黄色って残ってないのかな、これ。ね、開けてみる。開けてみる？ちょっとトランク。トランク残ってるかも。純正黄色って。よく見たらこれ、これもやってあるよ。今気づいた、初めて。塗ってる、ここも。あ、ほんとだ。ね、これここも黒い。ね。あ、
すごいね、もう面影残ってないね、元の黄色、うん、ここも確かに黒くなってる、山吹色みたいなやつだもんね。そう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 、ね、こんなレモンイエローじゃない、うん、これ手、ね、手でこれね、真似してもできないんだよね。そうこれね、ちょっとさっきね教えてもらったのやり方できそう。じゃあできなそう。聞いたけど、うん、できなそうね。これ手、これすごい、まあ、芸術ですよね。これ芸術ですよこれ、ね、鈴木さん、じゃあかけてみていい、これ。もちろんもちろん、乗ってみよう乗ってみようよ。ちょっと入ってるこれ。マフラー入ってんのかな、なんかね。ああ、こうなんだ、ね、いいじゃん。うん。これ。かっこいい。これ乗れるね。乗れる乗れる。うん。全然乗れるよ。めちゃくちゃいいね。エンジンは？エンジンじゃないやこれ。なんていうの前。ボンネットの中。ボンネットの中。かっちょいい。かっちょいいよね。元色ってどれだろう。あ、これじゃない。これほら。こっちは元色、そう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 、山吹色みたいな、そう山吹色みたいな感じ、うん、そう、あんま山吹色って今言わないけどね。多分ね、年がバレる、なんかね、昭和バレる、年がバレる、うん、俺乗ろうかな、取って。え、何の話。いやいやいや、え、いやもう置いちゃって、え、こう置いちゃったじゃん、だってここまさかまさかあの台車あげる一個それで帰れんの。なんかミラかなんかあったからあっちに。あ、俺これミラに変わっちゃうんですか、俺からミラだね。ミラで変えればいいですか。何でもいいけど、うん、他のだったこれ以外だったら何でもいいよ。なんかじゃあそれってもしかして買うってこと？これうん置いてっちゃってこれ。うん。え？買うの？買う買うんじゃ。これ？買う。かっこいい。俺さっき気に入ったから。さっきあっちから買ってきたばっかり。でもしょうがないよね。来ちゃったから。え、俺ただ自慢しに来たんだけど。自慢しに来ちゃったけど。来た、うん、来た、自慢しに来た。ずるいから、うん、いつもずるいから、これは僕が乗ります。出た。本当に。出た。押し買い。押し買い。いつもの。まだ押し買い。え、ぼちぼち。断れないからね。うんうんうん。え、そう、本当に？本当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 に買う？買う、置いていく？値段まだ聞いてないけど。まあ値段、まあ値段はまあね、友達だからね、友達だから、まあまあまあ、はい、友達だから、うん、じゃあ置いてこうかな、うん、また作ればいいよね、また作ってください、じゃあ置いてきます、ありがとうございました。車を、はい、買われるという謎の、はい、謎の YouTube でした、はい、ありがとうございます、今日もありがとうございました、ありがとうございます、毎回ありがとうございました、とんでもないです、いつもありがとうございます、はいはい、というわけでチャンネルの高評価と登録をよろしくお願いします、はいはい、お願いします、またね、ありがとうございます。